はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、こちらの動画でね、この山川穂高選手、西武ライオンズのね、山川選手いるじゃないですか。書類送検されたっていうね、何日か前に、なんかこのスキャンダル、ね、なんかすっぱ抜かれてさ、まあその時もなんかね、なんかハニトラくせえなーって、なんかおかしくねーって、なんか落とし入れようとしたやつが、なんか仕掛けてきたんじゃねえのっていう、なんかそういうね、見解というか意見もかなりあってね、どうなのかなってちょっと僕も見てたんですけども、まあなんか速報でね、この西武ライオンズ、山川選手、これ WBC のね、日本代表メンバーでもありましたからね、書類送検だって、これ20代女性、知人の知り合いの、なんか歯科助手っていう話でしたっけ。まあ、知り合いのこの女性に対する、ね、強制性交の疑い、性暴行ですよね。っていうことらしいんですけど、まあなんかどうだろうな、ハニトラの可能性もゼロではなさそうなんですけど、プロ野球のね、埼玉西武ライオンズの山川選手が、知人女性に対して性的暴行を加えた疑いで書類送検されたことが、まあ、捜査関係者への取材で分かりましたよと。で、警視庁が強制性交の疑いで今日書類送検したのは WBC 優勝メンバーでプロ野球埼玉西武ライオンズの山川穂高選手ですってことなんですけど、これどう思いますかね。まあこれがね、なんだっけな、フライデー文春でしたっけ最初。まああの内容ね、この所詮このマスゴミが言うことだからね、っていう感じで、まあなんだろう、ちょっと見守る格好だったんですけども、でもこれでいよいよね、まあもう要はこの書類送検でしょ、この後って要はこの起訴、多分そう、確かそういう流れですよね、ってなったらもう示談は不成立確定しちゃいますよね。起訴されたら確か示談は不成立だったと思うんで、まあ一応この逃走の恐れはないからね、逮捕はないようなんですけども、まあ、あんま野球に興味ない、まあ、興味ないって言っても、僕もあのね、野球もサッカーも基本にわかなんでね、そこまであの詳しいわけじゃないんですけども、まあ一応この一人ね、この山川選手、調べさせてもらったところ、まあなんかね、球団を代表する、まあ、WBC メンバーに入るぐらいですから、ね、まあスラッガーですよね、なんかほら、ドスコーイってこのパフォーマンスする人ですよね。まあ、知らない人はまあ知らないと思いますけども、まあ、文春ですよね、5月11日だったかな、文春からまあ不倫とわいせつ致傷疑惑、これはもう強制性交に格上げされちゃってましたから、これは起訴まで行くんじゃないですか。まだ分かんないっちゃ分かんないんですけども、これはね、なんかホークスだとか、この巨人だとか、なんかこの移籍の話があったらしいんですけども。そもそも移籍云々以前にもうプロ野球選手としてね、終了まで行かれちゃうんじゃないのっていうところまで、まだ確定じゃないですよね。でもちょっとね、だいぶまずいっしょこれは。ね、どうせ示談って思ってた人も、いるかもしれないですけども、やっぱりね、そもそもなんだろう、犯罪なわけでしょね。ハニトラだったとしてもこれちょっと隙が多すぎません？やっぱりこの、ね、スポーツ選手とか芸能人とかこの有名人はさ、ね、ファンを装った、ね、けしからんやつら、仕掛けてくるやつらに、ね、目つけられるんだからさ、そもそもが。で、まあ、なんかこのハニトラだって ね、言われているそのなんかこの理由らしきものがね、まあ、大体4つ5つぐらいあるらしいんですけども、まあ、不倫については、ね、山川選手ももうなんか、観念してるのか、家庭があるのに、よその女性と、ね、遊んでしまったっていうのはなんか認めてるみたいでね、ただなんかこの無理やりじゃないと、ね、合意の上でだっていうところですよね、山川選手が主張していたのはね、さあどうなんだろうってところなんですが、なんかその場所ですかね、なんか主にネット上で、まあ、ハニトラじゃないかと疑われているその理由として、このお相手の女性のこの主張に違和感があると、まあ記事、なんか記事によると、このなんだっけな、亀栄子さんっていう風に書かれてたかな、は二次会に誘われた際、この知り合いのお店を予約したっていう風にあるんですよね。
でも山川選手はなんかバレるのを警戒して、まあ自分が知っている安心できるお店、まあ、別のお店をなんかこう予約したっていうらしいんですよ。でそれに対してお相手のこの女性の A 子さんは、3階に上に上がってこいと、ね、山川さんから指示されて向かうと、そこはホテルの一室だったっていう、最初はバーの個室なんだと思ったって話されていると。うん、でもなんかこの、まあ、実際にこの山川さんが予約したお店が入ってるビルの1階にダイニングバーがあるのに、3階に上がる時点で、バーと感じるには違和感があるっていう、なんかそういう主張らしいんですよね。これなんか場所どうも六本木とか麻布とか、この六本木って言ったっけな、なんかそんなところがあるんだって。まあ僕はあの ね六本木に住まわせてもらってますけど、まだまだね、六本木ユーザーとしてはあのペーペーなんでね、な10年とかそれ以上住んでるわけじゃないんで、この回は詳しいわけでもなんでもないんですけど、まあありそうって言えばありそうですけどね。なんかカジュアルな、なんかイタリアンだかなんかそれらしいね、なんかお店っていうか施設、うん、ああそういえばこんなとこにこんなようなお店、まあ、言われてみればあったような気がするっていう程度にしか、イメージ思い起こせないんですけども、なんかお店があって軽くなんか飲んだり食事したりみたいな、ちょっとこじゃれた雰囲気のお店があって、そのなんか、うん、ホテルっていうよりもなんかアミューズメント施設的な、なんか、うん、だもうラブホっていうラブホじゃないですよね、当然ね、うん、まあなんかそういうなんか複合施設的な、そういう商業施設的なのが あるみたいなんで、場所はそこじゃねえかっていうふうに言われてましたけどね。だから最初このなんかハニトラだとかね、騙されたんじゃないかっていうふうに言ってた人たちは、ね、この場所が、ね、そういうなんか複合施設があるっていうのを知らなかったと思うんですよね。で実際その画像が出回ってからは、なんかこのハニトラ説を唱える人が、まあ、一瞬で消えていきましたよね。だからこれはもうガチ性犯罪者コースなんじゃないですか。今のところ何ともいないですよ、ね、書類送検だし、ここから起訴するかどうか、まあ、検察次第なんでしょうけども、分かってるのはもうおそらく示談は不成立だったんだろうなってことですよね。で、まあ、結婚して家庭もあるし、たとえ不起訴になったとしてもなかなか厳しいんじゃないですかね。うん、確か騒がれる前に奥さんには、まあ、話をしていて、うん、まあ、その、ね、最悪の、まあ、家庭崩壊っていう、意味でのこの最悪の事態は回避できる可能性もあるかもしれないですけども、ね、あのインタビューとやらで、ね、語られていたっていうのが本当だったらですけどもね、うん、まあでもこれでソフトバンクじゃなくて巨人入りの可能性っていうのが、ね、高まってしまうかもしれないですけどもね、うん、まあちょっと僕の個人的な感想ですけど、このあの芸能人、芸能界の芸能人とかもそうですし、まあスポーツ選手だから、いわゆるこのなんか有名人はやっぱりね、あのもうちょっとこの気をつけた方がいいと思いますよね。うん、だから僕みたいなこのね、実際にこの芸能界で仕事したこともないし、ね、実際にこのスポーツ選手、アスリートだったわけでもないから、ね、実際にそのね、各界隈、業界を知っている人間ではない、ね、その辺どこにでもいる素人、そんな僕から見て、ね、うん、所詮芸能界は、ね、そういう界隈なんだろうとかね、所詮スポーツ選手、ね、やっぱこの遊んでるやつばっかなんじゃねえのって、よく知りもしないやつに、ね、そういうことを言われるような業界だからこういうことになるんじゃないの。だから当事者がやっぱこの緩い、なんかどうかすれば、ね、この許されるみたいな、まあ、しょうがないよね、芸人さんだしさ、みたいな、そういうのを自らこの改めていくことができなかったら、ね、こういうのってずっと続くんじゃないの。うん、だそれが嫌だったら、ね、もっともっとなんかこの、なんだろう、ね、野球選手だったらもう野球に集中しろよ。うん、ね、それこそ大谷選手ばりにね、まあ、なかなか言うのは簡単だけど、ね、やりきるのは大変かもしれないけど、だそもそもが、ね、職業として野球を選んでる、あ、これなんかサッカーとかでもなんかそういう話見たことあったかな。なそういう人たちってほら、ね、例えばなんか、いや別にあのそういうね、なんかこの、なんだろう、動機が不純だとかなんとかっていうことを言うつもりはないですけども、でも事実そうじゃない人とそういう人とではやっぱり違うじゃないですか、普段の発言も行動もね。だって大谷選手どう考えてもこういうスキャンダル今後も出てこなそうですよね。だから本当に野球が好きで野球を極めたい、ね、プロ野球選手として、
ね、あるいはこの自分のこの野球人として個人アスリートとしてどうなりたいっていうだけじゃなくて、野球全体まで見ている、そういうなんかもういい意味でなんだろう、野球バカみたいなとこあるじゃないですかね。そうじゃない、その他大勢がね、このちょい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 こういうなんかこのやらかしてね、事故を起こしたりね、なんか人のね、この騙したり騙されたりとかっていうね、なんかそういう報道が出てきたりとかさね、なんか暴力沙汰だったり薬物だったり、あとはまあこの男性にから見たこの異性とか女性関係ですよね。うん、だからそんなことしたいがためにね、なんかこう有名人になりたいね、野球選手になればモテるみたいな、そういう発想のやつがやっぱこういうことやるんだろうなっていう、だそんな風にね、一括りにされてね、言われたくねえんだったら、それぞれがもうちょっとね、ガード固めとけよ、野球に集中したらって思いますけどね。そうじゃない、なんか適当に活躍して適当に顔と名前打ってね、適当になんかそのね、この夜のお店でブイブイ言わした、そうだから、あの知人とか知り合いにこのなんかっていうのがなんか、まあ、せめてなんかね、このプロ相手にって言ったらちょっとなんか変な冷めた感じで気悪いかもしれないですけど、でもね、家庭もあるし、ね、そもそもがそこからね、うん、あとはもう野球と家族に集中するっていうんじゃなんか不満なのって思いますけど、じゃあなんか独身の間にね、遊びたけもう遊びまくっとけよ。だからこれよくあの有名人じゃなくてこの官僚とかそのいわゆるエリートコースの人なんかにもよくあるよね。ね、若い頃ね、遊べる時に遊ばなかったやつに限ってね、それなりにこのなんかあのまあ道半ばとはいえ、それなりにこの地位ね、この傷ね、もうなんか順なんだろう、そういうキャリアを順調に積み重ねてきた途中でポンポシャるやつって結構出てくるじゃないですか。まあ、それそういうのもあるかもしれないけど、なんだろうな、ずっと野球やってきてね、それでこのプロ野球選手になってね、自由になるお金も増えて、でこうなんかこのキャーキャーチヤホヤされるね、調子に乗りがち、わからんではないですけども、もったいないですよね、せっかく。うん、まあなんでこの知人に手出したのかよくわかんないですけどね。うん、どうしても遊ぶっつんだったら、やっぱその辺事情を理解してるね、プロを相手にした方がまだいいと思いますけどね。うん、まあどうなのかわかりませんけれどもね。うん、ね、強制性交と重い罪で書類送検してますからね、なんか新たな証拠でも出てきたんですかね。うん、まあちょっともしかしたら続報がね、お送りできるかもしれないですね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。